ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、アメリカには、ある有名な物理学の教科書があります。その本の名は、ファインマン物理学。著者はファインマンという高名な物理学者。ファインマンはノーベル物理学賞受賞者で量子電磁力学の世界的権威だ。決してアンパンマンの亜種ではない。ファインマン物理学はおそらく世界一有名な物理学の教科書です。英語版だけでも150万部以上印刷されており、アメリカの大学生はみんな、この本を読んで勉強するわけです。ちなみに内容はファインマンがカリフォルニア大学で行った講義が元になっている。さて、この教科書の冒頭、1章には、面白い問い、が書かれています。それは、もし今大災害が起こり、科学的知識の一切が失われた際、次世代の生物に伝えるべき最小の文章は何か、という問いです。いわば、次の人類が世界復興を目指す際のことを見越した、世界滅亡の際に、一つだけ人類の遺言を残すとしたら、何にすべきか、という問題だな。この問いを考える上でのポイントは、人類が長い歴史で培った有用な情報を伝えるべきだが、あまりに難しい英知は伝わらない、ということにあります。例えば、現代の物理学の最先端は量子力学だ。人類はこの量子力学に行き着くまでに膨大な時間を費やしている。しかし基本的な力学すら失われた次世代文明には、量子力学は難しすぎる。どう考えても彼らには理解できないだろう。この問いは、まさに究極の教育的問いと言えます。これまでの人類が次の人類に教えるべきたった一つの大切なことは何か、という問いなのですから。視聴者諸君なら何を残すかな？というわけで今回は、世界滅亡の際に、人類が残すべき知識は何か、について解説していきます。マリサが、いや解説するのは確かに。では解説していこう。当然だが、後世に残すべき知識、に絶対的な答えはない。だから今回は著名な学者や世界のプロジェクトを参考に、いくつかの、人類の遺言、候補を紹介しよう。お願いします。まず最初は、この問いの発端となった、ファインマン物理学、の著者、ファインマンの事例を紹介しよう。彼はこの問いにこう答えている。すべてのものは原子で構成されている。永久運動で動き続ける小さな粒子は、離れると互いを引きつけ、押し込まれると反発する。つまりは、原子論、ってこと？その通り、ファインマンの意図を解説しよう。まず、科学の礎の理論といえば、で多くの人間が真っ先に思い浮かぶのはこの原子論だろう。前半は原子論のコンセプトの説明で、後半は、原子とは何か、を説明している。詳しくお願いします。互いを引きつけ、の部分は、原子という粒が関係し合っていることを表している。原子は一つで存在するのではなく、互いにくっついて物質を構成していることを表現しており、水の表面張力なんかが良い例だな。また押し込まれると反発する、の部分は、原子という粒同士が、互いに通り抜けるようなことはないと表現している。椅子に座っても椅子に人体がめり込んでいかないのは、原子同士が反発してくれているからだ。どちらも身の回りの現象で検証可能な特徴だ。さすが、天才ファインマンと言える。ちょっと待って。この原子論ってそんなに重要な理論なの？ああ、非常に重要だぜ。なぜなら、この世に起こる物質が変化する不思議現象、通称、化学反応、のからくりを原子論はほぼ完璧に説明してみせるからだ。まあ確かに、物質が丸ごと変化する化学反応が、実は小さい粒同士の構成が変化してるだけだなんて普通に驚愕の事実よね。また、この世の物質は全て原子でできている。物質の動きを理解するためには、原子の動きを理解すればこと足りる。この文章は科学的意味を持ちながらも物理的意味を内包している。はい、なるほどね。さて、今では原子の存在を疑う者はほとんどいない。しかし実はほんの100年前までは、原子論はただの仮説だった。100年前、ずいぶん最近ね。原子論ってもっと前に提唱されていなかったの？霊夢の言う通りで、原子論の発想の起源はかなり前だ。紀元前400年頃にはすでに哲学者デモクリトスが、物質は分割できない何か、通称アトム、でできている、と言っている。紀元前400年、これまた随分昔ね。しかし原子論はここから全く日の目を見なかった。これは原子が目に見えないことと、当時世界最強の哲学者アリストテレスがこの原子論に反対していたからだ。世界最強と言っても所詮はこのレベルか。原子論が復活してきたのは、そこから約2200年後の19世紀。こう考えると、化学反応の様子を凄まじい精度でうまく説明できる、と言い出す科学者が現れ、世界が驚いた。
彼の名はドルトン。現代の原子論の提唱者だな。しかし19世紀はまだ原子の存在を疑う科学者も多かった。この時点ではまだまだ仮説だった。何しろ証明されていないからな。でも、原子なんて目に見えないんだから、原子論が正しいことなんて証明できるの？大きな転機が訪れたのは、ブラウン運動、という現象の発見だ。これが原子論の確たる証明となった。ブラウン運動？ブラウン運動とは、液体中や空気中で、コロイド粒子、と呼ばれる、花粉などのそこそこ大きめの粒子が、なぜか不規則に動く現象のことだ。ではなぜコロイド粒子は不規則に動くのか。この謎に有力な仮説を出したのが、アインシュタインだ。こいついつも謎解きしてない？アインシュタインは、ブラウン運動は、空気中の原子にコロイド粒子がぶつかるからだと考えた。じゃあブラウン運動が正しければ、すべての物質は原子という粒でできている、と胸張って言えそうね。粒でできているから衝突するわけだし。最終的に、ブラウン運動が正しいことを証明し、芋づる式に原子論が正しいことを証明した、ジャン・ペランはノーベル物理学賞を受賞しているぜ。原子論って意外と長い歴史があるのね。しかも実は最近まで認められていなかったというのも驚きだわ。原子論すらを認めていない昔の教科書ってマジで何が書いてあったんだろうな。話を戻すと、原子論を後世に伝えることができれば、デモクリトスからドルトン、アインシュタインまでの人類科学史2300年分を一気にスキップできるわけね。そういうことだな。この文はファインマンという天才が考えた、この世で最も多くの情報を含む一文、と言っても良いだろう。にしても、この文章結構難しくない？ぶっちゃけそうだな。ファインマン自身も、この文章を理解するには、少しの洞察と思考が必要、だと言っている。しかし、あらゆるものは原子でできていることを理解できる価値は大きいとファインマンは考えている。この世の現象は、その構成原子が物理法則に従っている、というたった一つのコンセプトで、世界の全てが理解可能だからだ。なるほどねー。さすが天才ファインマン。他に何か伝えるべき科学的知識の候補はあるの？そうだな。特に、根本的な事象ながらも、発見や証明するのが難しい科学知識を残すべきだとする科学者は多い。例えば、レーザーの研究者は、エネルギー保存則、と答え、ある分子生物学者は、DNA の二重螺旋構造、を挙げている。特に前者のエネルギー保存則は、無からエネルギーを作り出そうとする永久機関の発明という出来もしない夢にとらわれる人間をなくせるぜ。確かに永久機関の発明と錬金術あたりは、科学がリセットされちゃうと再び復活しそうだわ。他にも、アメリカで史上最高の科学作家、と称される、ジェームズ・グリックは、残すべき言葉についてこう答えている。月は、宇宙の中心でない地球を回る。しかし地球は太陽を中心に回転する大小様々な物体の一つに過ぎず、太陽もまた無数の星の一つだ。そして、宇宙を旅する全ての生物は、数学で表現できる単純な自然法則に従う。ああ、ちなみに神は存在しない。これは地動説、というより宇宙観の説明ね。その通り。人類の天文学の歴史はそのほとんどが天動説の歴史だからな。科学の黒歴史は他にも、計画の命名、や、電流の向き、などいくつかあるが、天動説は絶対に人類が通る道だろう。何しろ地球から見たら太陽が回っているんだからな。二択外しすぎでしょ、人類。最後の一文はどういうこと？ああ、最後の、神はいない、の一文は、人類で初めて宇宙に行った宇宙飛行士、ユーリ・ガガーリン、のセリフに欠けているのだろう。作家らしいユーモアだぜ。ただし実際、このセリフはガガーリンのセリフではなく、別の人間が言ったセリフだろうと言われているがな。後世の宗教観に影響を与えちゃいそうな危ない分な気もするわねー。さて、これらの科学的知識は真実なものの、当然だがすぐに実用できる知識ではない。人類が存続してこそ有用な知識と言える。まあ、生きるか死ぬかギリギリのところで原子論を考えている余裕はないものね。こういった事情を考慮し、少しベクトルの違う答えをした学者もいるぜ。アメリカでベストセラーとなった書籍、この世界が消えた後の科学文明の作り方、の著者で、なおかつ宇宙生物学者でもある、ルイス・ダートネル、は残すべき言葉についてこう答えている。安全かどうか不明な水を透明なペットボトルに入れ、太陽の下に2日間置いておくと、紫外線が細菌を消毒し水が飲めるようになる。これまた急に実用的な知識ね。この文章は世界保健機関 WHO が発展途上国に推奨する最も原始的な殺菌方法 SODIS 通称太陽水殺菌だな。ただし2日というのは曇りの日の場合で、晴れの日であれば6時間程度で殺菌可能だ。毒のある食べ物の見分け方とかじゃなくて水の殺菌方法なのね。水なんて割とどこかで手に入りそうじゃない？
食べ物系の知識を伝えた方が良いのでは？おっと、水なんて、と思うのは、安心安全の日本にいるからこその発想だぜ。安全な水の価値を甘く見てはいけないぜ。汚染された水を飲むことで起こる、下痢、は、全世界の子供の死因の第2位だ。下痢は、毎年50万人の子供の命を奪っている。そのぐらい安全な水というのは貴重なんだ。マラリアよりも、水の方が危険だなんて、日本にいると信じられないようなことが世界では起こっているわね。さて、次世代の安全を考えるのならば、伝えなければならない情報の候補は、他にもある。その中で、絶対に公正に伝えるべき情報、として世界各国で進んでいるプロジェクトが一つある。その情報とは、ある場所に関するものだ。国緯61度14分13秒、東経21度26分27秒。絶対に掘るべからず。ん？どこそれ？地図が示しているのはフィンランドね。場所は、フィンランド西岸のウルキルオト島のとある場所だぜ。ここには、あるものが埋まっている。埋蔵金とか？ここは、核廃棄物の埋蔵地だ。やば。にしてもなるほど、負の遺産の情報ね。今までの情報とは逆の意味で、確かに伝えるべき情報だわ。この場所にあるのは、世界唯一の核廃棄物の最終処分場。通称、オンカロ、だ。2023年の稼働を目指し、5440トンもの燃料が処分予定とされている。ちなみに埋蔵予定期間は10万年。これぐらいは隔離しておかないと、放射能は小さくならない。ウランなどの半減期はとてつもなく長い。10万年、人類存続できてるかだいぶ怪しいわね。一時的なものを含めれば、原発で生じる高レベルの放射性廃棄物を地層処分する施設は世界各国に存在し、これらの廃棄物は数万年以上にわたって地下で保管し続ける必要がある。この埋蔵地にて、万が一にも掘り起こしてしまったら、一発アウトだ。絶対に掘り起こしてはいけない場所、として公正に伝える必要がある。放射能は目に見えないから、場所を伝えといてくれないと知らずに掘り起こしてしまいそうだわ。っていうか、次世代の生物、めちゃハードモードでスタートじゃない？適当に穴掘ってたら放射能汚染される可能性がある世界、やばくない？というわけで解説はここまでだ。原子論、宇宙観、水の殺菌方法、核廃棄物の埋蔵地、次世代に残すべき情報は、いろいろ考えられるわね。視聴者諸君はどんな文章を残すべきだと思う？よければコメント欄にでも書いてみてくれ。作家、マーク、トウェインは言いました。石鹸と教育は、大量殺人ほどの急激な効果はないが、長い目で見ると、それ以上の恐ろしい効力があるのだ。石鹸側の知識を残すか、教育側の知識を残すかは人により意見が分かれるところだろう。世界がどう滅亡するのかは私にはわかりません。しかし割と可能性のあるパターンが、行き過ぎた化学兵器による全面核戦争などの自滅パターンです。その場合、本当に伝えるべき遺言は、滅ぼしちゃってごめんなさい、なのかもな。その場合、科学で滅びた人間が、再度科学を伝えようとするのは、なんとも滑稽なものですが、人間の次の生物が、科学で自滅するような愚かな生物でないことを祈り、遺言を残すことにしましょう。それでは良き週末を。ご視聴ありがとうございました。